今日はですね、2人、マイママも黒犬パパも、出かけて、先にマイママの方が出かけているんですが、これから、黒犬パパも出かけます。そこでですね、ポンちゃんがこの扉を開け、さらにはこの次の扉ですね、こちらも開けてしまいそうということで、まあ、ひとまずだけちょっとこの突っ張り棒でですね、カバーします。これは、まあ、いわゆる典型的な突っ張り棒ですね。これ開いちゃうね。これじゃない方がいいのかな。なんだったらこんなんでもいいのかな。これ短いか。困ったぞ。これは長すぎる。ちょうど棒の長さが合わなかったのでですね、この木でできた踏み台ですね、これが、重さという意味ではちょうどいいと思います。これをですね、こちらの裏側から押さえにかかります。さあこれでですね、実を言うとこっち側は開きます。こっちは開くんですね。で、ジャン君、カンちゃんが知っている、開くかもしれないと思われるのはこちら側ですね。この知恵が、猫が人間を上回るかどうかですね。万一ですね、猫の知恵の方が上回ったとしても、こちらの部屋から外に出ることはできないと。二重三重に一応カバーしています。で、ジャン君はさっきから泣いているのね。はい、もうちょっとしたら出かけるから、ジャン君ごめんね。はい、嫌なの。はい、うんうんはい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 。あと30分ぐらいでもう出るからね。ごめんね。ちょっと用意しなきゃ。はい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 。はい。うん。このところポンちゃんが、扉を開けるということで、隣の部屋まで開けてしまうという、傾向がありますので、隣の部屋の扉は、もう閉じてあります。で、うちの、黒犬の母にもですね、そのように通達を出しました。そして黒犬はこれから、マオイママはもうすでに、東京の方に行っておりまして、黒犬はこれから向かいます。ジャン君とポンちゃんはこの後、どんな感じか、このまま、録画を続けてみようと思います。これはバッテリーの続く限り、録画されていきます。それでは黒犬行ってきます。大丈夫ね。荷物は全部持ってるね。いつもはマオイママさんにチェックされるんですが、今日は一人でチェックして行ってきます。はい、じゃあ、ジャン君、ポンちゃん行ってくるね。いたずらしないように。